はい、皆さんこんにちは、テラミスです。本日はね、メイン効率ガン詰めキャラでこの方でガチマッチやっていこうと思います。で、ギア乗せとくんですけど、マジでガン詰めしてます。まあ、最低限のイカ族と爆弦とかそこら辺の強いギアつけといて、みたいな。これメイン効率で。で、これガン詰めなんで、まあ今日してるかっていうと、この間生放送やった時にコメントで、テラミスガチマッチだったらゾンビあんま発動しないし、いらないんじゃねみたいな。言われたんでやっていこうかなと。で、さすがに他にもっと積むギアあるだろうって思う人がいると思うんで話すんですけど、ヘルデコって欲しいギアメイン効率とゾンビ以外にそんないらないんですよね。っていうのも、メイン性能をガン詰めしても疑似核とかになるわけじゃないんで、対面力を上げるってなったら円形詰めしかないんですよ。まあ、なんで今日はもうガン詰めでちょっとこういう企画としてやっていこうかなと。いや、対面力自体はもう過去最強だから、もうメイン効率ガン詰めでね。で、これ保護が非常にまずい。詰みすぎじゃね。これ以上は絶対積まれたくない。今のやれ。やったやった。いやー、2枚やったけど、19はえぐいね。いや、何がえぐいって、この試合負けたらもう一回同じことを喋んないといけないからね、非常に大変なので、勝ちたい。まあ、ただこれ、割と、まあ、いけそうな気もする。なんか相手の編成、ほとんど対面有利なんで、フーエルも結構シールド貼れば、フルビン結構、勝てるんで、まあ、メイン効率今回ガン詰めしてるし、なんか、破壊すればいけそう。やったやった。いやー、これ、早くライン上げたいね。割とこっちキル入ってるから。飛びはないか。いや、今、なんで近づいて、聖ジャン確認しに行かなかったかっていうと、近づいた瞬間、聖ジャンマーク見えてやられるみたいな、それが嫌だったんで、ちょっと後ろで待ってたっていう。やったやったやった。これ、ライン上げたいね。結構やられちゃってんな。いや、インフ、マジで無限だから、手前処理とかは、めっちゃいつもよりはできるから。いや、それ気づいてないか。いや、ここの方向上から金網で行く必要ないと思うけどな、別に。やられちゃうだけな気がする。これ、割られ、だよね。危な。バックグラはこんな感じで、まあ、シールドスライドうまく使えば割と、まあ、勝てるんで。一回、マジで人数より作りたいわ。ナイスナイス。オッケーオッケー。あとローラーだけだから。ビーコン、あ、もう来てんな。これ右上ビーコンだけ飛んでるかもワンチャン。ないかな。飛んでない。オッケーオッケー。こう一回こっちの有利状況だから、ここでヒル入れたら結構でかい。さっきのは言うて北で北倒す感じのヒルだったんで。いや。マジか。左、俺を荒らすわ、普通に。今多分俺が矛持ち行くより、前で荒らして味方にこれ持ってもらった方が、多分いい。いや、この試合結構打ち合い行こう。てか、ギアも結構打ち合い強めのギアだから、打ち合い行った方がギアのあれも生きるし。俺いけんじゃね？俺結構いける気がするんだけど。はぜろ！ナイスナイスナイス。やったやったやった。まあこれ落ちるけど、いや、いい、全然。よし、これ勝ったらマジで神だろ。勝ちたい勝ちたい。頑張ろう、これ。あ、初動もこっち普通に進まれたから、あれだな、俺初動相打ちして。だからまた俺が普通にやられちゃったらそのまま一気に進みそうな気がするから。マジか。で、結構俺がミスったら割と、怖くね、9だけど。えぐい。やべえ、これ。待って、これね。これ飛ぶわ。俺、溜まるしね、これ、スヤ。いや、ここ、味方ジャンプしたの。賢い。これ、最悪、味方オールとかしても、上からスヤで降りたりとかで止めれたりするし。OK、ナイスナイスナイス。油断すんねよ、これ。ビーコン。メイン効率強。今メイン効率ガン詰み生きたわ。1.3 とかメイン2ぐらい最近積んでるんですけど、それでも結構切れるから、切れるときは切れるから。マジでカツカツなんだよな。まあ、かといってこんだけガン詰みするのは、まあ、そこまでおすすめしないわ。今回はちょっと企画でなんかやろうかなと思ってるけど。まあ、捨てジャンとか、
まあでも 1.3 とかね、2とかで、ね、全然積むのは普通に強い。もう実用性ありっていう感じ。まあおすすめはゾンビメインクの擁立だね。ヒル稼ぎ。ヒルさせろ。ヒル。オッケー、稼いでいく。この試合結構頑張れたわ。というか、メイン効率ガン詰め行きた説ある、ワンちゃん。打ち合いがめっちゃ多かったから、仕事がかなり多かった。26キルマジか。いや、頑張った。これよかった。が出て。1マジか。はい、それでは対戦よろしくお願いします。デボンのガチョコバトル、パー2590と。いや、デボンね、メイン効率けれど、こう、上めっちゃスライドできるから、さっきの下結構強かった。ただ、勝てたけど、ちょっと動画映えがなかったんで、もう、なしになりました、動画化は。まあ、ここ結構メイン効率強いから、ちょっと頑張っていこうかな、と。相手これ、王冠3人とかあったよな。強いから、頑張ろう。最近、赤ゲルビン結構流行ってる。いや、割と前からまあ、数はいるか。あの武器結構使いやすいと思う。危ね。赤ゲルビンってなんかスライド武器だけどさ、スライドしなくても立ち回れるから、使いやすさめっちゃあると思うんだよね。てかあの武器は使いやすい。これ、スピア割と溜まるから、いや、降りちゃった、間違えて。じゃ任せるわ。これ、ボム怖えから下がろう。相手ボム持ちてから俺4人だから、えぐいな。めくられるのが怖え。その雨はね、いやらしいわ。ただこっちまだ、前結構出てるけど、誰一人やられてないから、ここワンキル入れば、あ、戻るか。めっちゃ見るじゃん。まだボム怖え。下がる下がる。これ雨当たんないんだよな。うん。目には見えてるけど、上の、ね、屋根で守られてるからみたいな。これ進めたいな、もっと。OK。気づいてなかったっぽいな。てか、結構これなんかノックアウトいける気がする。相手後衛武器はいないから、後衛いるとノックアウト結構しづらいんだけど、このゲーム。OK、溜まる。てか、さすがにこんだけインクガン詰めしてるとインク切れることないっすね。1.3 とか2でやってると、たまに言うて切れちゃうんだよね。さすがにこんだけガン詰めしてると切れないな。あ、ゼロ！え、マジこれ、ノックアウト。いや、多分いけるいけるいける。待て待て、これね、シールド、賢い。賢い！もうこれ賢いと思った人も高評価お願いします。いや、これは、頑張ったね。やっぱガチマッチはデスしないように動くの結構大事だな、やっぱり。メインク積んでる分普段より硬くなってるんですけど、やっぱ硬い動き強いガチマッチ。はい、それでは対戦よろしくお願いします。タチオのガチエリア、パー2610と。結構早いな、月。早いなじゃない。高いな、月の最初。最初じゃない、最後だから。やべ、噛みすぎて。ちょっとやばいっす、もう。やばい。で、編成は、まあ、これ、まあ、五分五分だな。お互い結構強いっすわ。これ、いつも通りちょっと右行こうかなと。で、ここメイン効率結構いけるかもな。ここでシールド、スライドみたいな。こういう課題を結構僕してるんで。熱っ！もうやめてや。味方。いや、それカバーいけない。いや、そこまで引かれたらカバーいけないな。味方打ち合ってる時にああやって近づく動きはいいんだけど、ちょっと遅かった。来すぎやばい。スター。周り多すぎ。人気者。ラッキー。なんか噛み合った。これ、レール、レール。これ、X 対面はここ、とりあえずレール乗っとけば、X レール2発とか当てれない、まあ、大体の人当ててこないから。もうレールいとけばもう X は大丈夫と。これ絶破で正面荒らしてくれてるから、左ちょっと行くか。お。OK、やった。待てこれ。待て、ここは当たらん。ここは当たらん、ギリギリ。ナイス。あ、これ、やばいか。あれ。オッケーオッケー。こう立ち打ちの切り替えがいい。もう割と、いや、溜まるから。おい、これ左高粘るか。やって。
これ上いるよ。やば、俺なんか。な、予想だけどなんか、天才みたいになったわ、今の。てか結構ヒル入れたから、ノックアウトいけるような気がする。やばい。ボムナ溜まってるし、一回。いや、このジャンプ賢い。ボムナちょうど入ってるし。ボムナ剥がれたらちょっとやりにくいしね。ボムで敵が守られるから。待って、待って。これいけるべ。待って、これ取られてないか。はい、ナイスー。はい、それでは対戦よろしくお願いします。ハコフグのガチエリア、パワー1630と。ではね、編成の方見ていきましょう。王冠4人。王冠、お。で、編成は、まあ、結構いいな。こっち、H3 塗り枠で防衛とかま、ちゃんとしてるし。まあ、相手も、キャンプでなんか若葉みたいな、結構強いな。まあ、五分五分だね、これは。相手の編成割と強い。防衛いないけどね、キャンプ入りだと割と強いんだよな。実は。あれ危ない、その食いぼ。割とこれ溜まるけど。どうす、やばいよ、やばい、やばい、やばい。あ、ないっす。なんか荷物してるし。これやれるでしょ。いる。ナイス、雨降らしだ、それ。裏キャンプ。それ任せよ、うん。これね、3人で行ったらすぐ倒せるかもしんないけど。キャンプに3人ぐらいかけちゃうのはあんま強い動きじゃないんだよな。もう、あれ、もう見させてる時点でキャンプ側の勝ちみたいな感じになっちゃうから。いや、この動きは非常にやらしい。もう、ハコフグのシールドこれ強い。これボムがえぐい。あぶね。ここ引けたのでかい。で、相手フライム落ちて。これノックアウト結構いけそう感はある。最後左ツール取って、これ敵正面からしかいけないみたいな状況を作って味方3人に、なんか見てもらえばいけそう。神アーマー。これ裏取りぶっ刺さるでしょ。これやって、ナイスー。綺麗に勝てたね、この試合。まあ、ていう感じでね、本日の動画の方終わっていこうと思います。よかったら、チャンネル登録と高評価の方、お願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。バイバーイ。